マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、村上です。花粉です。マジカルラブリーで です。お願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。よろしくお願いいたします。花粉も、絶賛飛んでおりますけども、はい、大変でございますね。はい、寒かったり、そろそろ暖かくなるんじゃないかとか、いろんな、思いが交差しているこの季節でございますね。そうですか。寒かったですね、朝は。朝寒かったですか。朝めっちゃ寒かったですね。でももうその服が一番困りますね、本当ね。どうしたらいいですかね。なまだ、ね、我慢しかないですね。本当にその、もうこれ着ときゃいいっていう一枚、最強ヒートテックがね、そろそろ開発されてんじゃないかっていう感じ。もうそれの長いのと短いのでいけるようになったらいいんですけどね。そのデザイン性とかいろいろありますからね、やっぱね。興味ないんですよ、ね。なんかそのモコモコのやつ可愛いじゃないですか。本当ですか。もらい物ですか。ああ、いいです。いいじゃないですか。暑そうですけど、ね。暑いですもん。え？暑いです。では暑いです。脱いだらどうですか。腕まくってるじゃん。そうでしょう。サッカー服だ。もう腕まくってる。今日も腕をまくってやってる。そんな暑い。信じられないんだけど。暑い人もいるんですよ。もう。暑さがどうにかしてますよ、ここはね。いや、ここはやっぱりもうそのお互いのねぶつかり合いですからさ。それはもうあの自然と熱もこれ出ますよ、これ。俺はもう今その、ね、寒いんですよ、体が。常にその脂肪がないんで。お二人はどうしたんですか。すごいんで、ダウンジャケット着てるじゃないですか、体に。ナチュラル。え、もうモコモコ着てるじゃないですか。はい、僕はもうないんですよ。なんかどうしました。何がですか。その顔、なんか顔がもうなんか終わり何ですか。いや、もうはっきり言ってください。今までの鍛えるとかね、マッチョになっていこうとするものが全部間違ってたってことですか。何がですか。なんかちっちゃくなってるじゃないですか。あんなにプロテイン飲んで、あんなにジム行って重いもの持ち上げて、はい、ちっちゃくなっちゃってるじゃないですか。ちっちゃくなってるんじゃないですか。規模が小さくなってるんですよ、体の。ちっちゃくなってるんじゃないですか。磨かれてるんですよ。磨かれてる。いや、それこけてるんです、もう。はい、方が。なんかその、もう体調悪い人みたいになってるんで。はい、あともう声も小さいし、はい、元気もないし。今日はまずいですね。そうそう。もうダメだったんです。今までやってきたことは全て。今日はまずいっす。説明してください。いや、もうちょっと仕事です。本当にこれはもう、そうそう、死ぬのかなって思っちゃう。これはもう、いろんなオンエアが続くと思いますけども、はい、心配しないでください。はい、僕は生きてます。そうですか。あ、そうですか。ええ。今言えないってことですね。まあちょっと絞ってます。なんでこけてるのか。絞ってはいるってことですね。もう今週がやばいです。今週がもう、まあ、そのいよいよ、まあ2ヶ月間、まあ正月から、明けから絞ってきたんですけども、はい、今週、まあ来週が一応、まあ撮影みたいなのがありまして、はい、それのために絞ってます。もう絞ることしかできないんですよ。はい、もう今は。その、これからあと数日で筋肉がつくことはないんで、はい、ってことはもう絞るしかないんですよ、僕は。それで変わるもんなんですか、その2、3日で。筋肉は上限あるけど、絞るのは無限なんで、僕の頑張り次第なんで。絞ったらどう、その筋肉はそのまま保ちつつ、もともとある筋肉は減ることはないです。あ、そうなんですね。はい、で、その脂肪が減るだけってことですか。はい、なんかカットが出るってですね。マッチョ仕事ではあるってことですか。まあ、マッチョ仕事の一つではありますね。ああ、はい、そうですか。大変ですね、マッチョも。マッチョも大変ですよ。食べて、今、主に何を食べられてらっしゃるんですか。汁と言います。汁であれば。樹液とかも汁ですけど。汁であれば。何の汁なんですか。何でもいい。汁なら何でもいい。汁なら何でもいい。汁なら何でもいい。汁は飲んでいいんですね。汁はいいですよ。汁の中の具はどうなんですか。食べないですよ。汁の中の具はダメ。うん。あともうずっとわかめスープ食べたい。わかめスープが一番いい。一生わかめスープ飲んでます。クラムチャウダーは汁ですけども。重いっす。え、重いっすってそのポタージュでギリギリ痩せれるんですか。はい、ポタージュでギリギリ。コーンクリームスープ勘弁してください。これダメですか。コーンは勘弁してください。ダメですか。ビシソワーズ、うわー、ダメです。来い。ダメです。サンラータンはですか。ああ、トロットロです。サンラータンか、はい、まあ、サンラータンスープ片栗粉が入ってます。いや、いけるんですか。そうですよね。その中の具を食べなければ。はい。野菜もダメなんですか今。
野菜を食べる。野菜を食べてます。それは大丈夫です、はい。野菜と、固形物は。固形物は野菜のみですね、はい、基本的には。うん、あと、春雨ですね。春雨はいいんですか？あのね、春雨スープ、コンビニに売ってるじゃないですか。はい、もう、家系ラーメンぐらいで美味しく感じます。あ、そうですか。染みます、本当に。あれをご褒美としてるってもう、あれご褒美。チートデー。野菜、春雨スープ。春雨スープ、チートデーですよ。ああ、そうですか。ああ、その、過去一、こう、辛そうですけども。今日はね、この糖質を取ってない状態で、朝もう6時ぐらいから働いて、で、なんやかんや木曜日忙しいって言っても、1時間空いたり2時間空いたりするんですよ、合間でね、仕事と仕事に。まあ、壁の次の仕事が空いたりとか。ちょっと。もう全部地続き。地続きで。地続きで今ここにいます。本当に両国市のね、磨きに磨いた。もう新旧の磨きに磨きまくった結果、はい、もうどこも角がない新旧のようなスケジュールで今日のその野田さんのね Google カレンダーの続きっぷりとかを見て、こうゾクゾクしてるわけです。これはすごいぞ、気持ちいいと一歩につながり竜となった。それが今日のスケジュールです。あ、そうですか。空に飛んでいって。この後流れる、その、ジングルあるじゃないですか。野田さん何やってるんですかって。はい、あれはちょっとね、ぜひ、本当に、あ、ここま、糖が足りないとこうなるんだっていう。よくわかるんで。皆さん、本当聞いてください。はい。糖です。これはね、やっぱひどい、ね。糖だけは抜いてはいけません。これは本当、153回ですけど、一番ひどいんじゃないかな。マネージャーも言ってましたよね。そう、4時前のやつ。4時前のやつですね。はい。4時前に、流れますんで、ちょっとぜひそこまでね、糖がないです。はい。起きて聞いてほしいです。糖がない人はこうなるっていうのを、確認してくださいね。そんな中、はい、ホワイトデーでございますけどね。そうですね。いろいろ、まあ、お返しにね、困る。時期ではありますよね。本当に我々みたいなやつは。いや、私慣れてないからね、あんまり。女性は、女性は女性でバレンタインデーがちょっと嫌だとか言うじゃないですか。まあ嫌だろうね。まああげなきゃいけないしとか、ね、付き合ったらあげなきゃいけないしって言うじゃないですか。うんですね、でも、まあ、渡したらおしまいみたいなとこあるじゃないですか。何ですか。まあ、渡しはいいって買って、はい、まあ、出会った人、まあ出会えなかったらわざわざ渡す必要はないわけですから、うん、はい、まあ、とりあえず買っといていくつか。はいはいはい。まあ、カバンに入れといて、出会った時に渡せばいいじゃないですか。はいはい。こっちはその、メモっとくっていう作業が必要なんです、1ヶ月間。はい。はい、1ヶ月間メモっといて、うん、この人にもらったかどうかを常に把握しとかなきゃいけないっていうのがありますんで。はい、これは会えなかったらセーフでいいんですか？僕はセーフっていう言い方は良くないのか。でもさ、会えなかったらもうしょうがないよね。いるかいないかもわからないじゃん、現場に。そうですよね。それも含めたら一応多めに買っといてとかあるけどね。スタッフさんとかね。その、この前の時はいたけど、今回ちょっと他の仕事で来てませんみたいなのあるからね。そう。そこ難しいですよね。まあでも昼なんですとかね、うん。もう必ず会うとか、その日にちがあって、で、レギュラーの人とかね、うん、会う人が決まってれば、まあ、渡せますから。渡しました。はい、渡しました。井桁さんと川田さんにもらったんじゃないですか。はいはいはい、もらいましたね、はい。渡しましたちゃんと。渡しましたよ、ちゃんと。僕も一応渡しました、ね。何渡したんですか？伊勢丹の地下。伊勢丹の地下を渡すことはできないじゃないですか。すべて。もう覚えてる。そのね、ほんと、その、タクシー待たして、はい、ちょっと待ってくださいっつって。そんなスピード感で行きますか？そう。それで行って、はい、10分、15分かな、はい。行って。全然迷ってもないし、選んでもないじゃないですか。はい。何買ったか覚えてないです。あ、そうですか。もう手に取って並んでるから。まあ、並んでるから並んだ、うんうん。あんまちゃんと見ちゃうと食べちゃうしね。そう、食べちゃうし。糖が足りないんで。糖が足りないから、うん、そう、食べちゃった。食べちゃった。戻って、また戻って。ね、そう、惣菜とか言ったらもうやばいから、ね、うん。繰り返すんで。あんまその、川田さんは分かりやすいじゃないですか。まあ、あんこが好きだとか言うから、まあ、なんと僕はモナカ。あ、あんこあげたんですか、あ、偉いですね。まあ、モナカとか言うなと思って。はいはい、あげて。ゆうたさんのはもう本当覚えてないです。申し訳ない。え？思い出してくださいよ。ちょっと覚えてない。なんかもう、取って買ってた。取って買ってた。取って買ってた。そう、もう、モナカ近辺にあったんですか、ね、いや、なんか一応なんか分けようと思って、はいはい、うん、まあ洋風なものにして。洋系の、なんか。ゆうたさんは、さすがに洋。さすがに洋にしようって。洋ってことは覚えてる。若いし。うん、若いし。若いし、洋でいいかと。でも、川田さんに言われちゃったよ、なんか。うん、
前室で私と会ったさ、うん、前室、まあ、出番直前かな、うん、昼なんですが、うん、野田さんありがとうございました、うん、さっきは、うん、ってホワイトでありがとうございました、うん、いや本当にあの袋がぐちゃぐちゃで野田さんらしいなと思いました、うん、って言って、うん、はぁ、野田さんらしいなが、はぁ、うん、なんこういうやつだろうなって、こういうやつだお前ってそういうやつだよね僕もその楽屋で見た時に、うん、これあげんのかなって思って見てましたから、 そうそう、うん、その袋のことをですよね、半分に折ってね、そうそうそう、うん、じゃあ、糖が。全部糖のせいにしてますけど。糖さえあれば。それぐらいわからないですけど、ね。袋もらったらいいんですよ。糖さえあれば。新品の袋を。ピンピンになってたんです。あの日雨で。本当に。ぐっちゃぐちゃです。いや、雨じゃないですか。雨で。糖でって言ってますけど。雨と糖で。雨と糖で。いや、まあ、そう、まあ、その、あの辺もね、渡すね。終わったらじゃあ何食べたいんですか、そんなにその我慢してるんだら。いやもう本当に無限にあるよ。本当に全部メモってる。1位ですよ。うーわ。1位をそう発表してください。今食べたい1位。1位っすか。はい。うわー、マジで俺は。うん。終わったら1位。リアルに言ったらペヤングかもしんないな。あ、さすがですね。ペヤングさん。ペヤングはね、行きたいっすね。あとまあ。普通ペヤングね。いやまあ普通辛いのも行きたいですね。辛いのも行きたい。行きたいね。ペヤングか。ペヤングにエクレアかな。ペヤングエクレア。ペヤングエクレア。そうなるんですね。あ、甘いもの食べたくなるのよ、本当に。ペヤング2個入ってるやつですか。もっといっちゃうかもしれない。あら、そこに足して。足して。なんかのっ揚げ物とか乗っけたらいいんじゃないですか。あー、いいっすね。ペヤングに。はい、マヨネーズかけないですか。マヨネーズかけます。マヨネーズ、もちろんかけます。当然かけます、ね、はい、スパイシーチキンとか、ね、今そのペヤングがもうほっかほかの状態でここ出てきて、うん、でその僕がゾーって食べて、うん、ここに置いたらどうですか。いいよ、あるよ、その野田君のもあるよ、いって僕はもうゾーって食ってます。すっごい水飲むんじゃないですか。あ、強いですね、意志が強いですね。めっちゃ呼吸飲むと、水を呼吸飲むと思う。2筋ぐらいいいんじゃない、うん、言いますよ、僕と福田さんで、うん、呼吸いけない。火薬、このキャベツの中、この味は野菜じゃん、これは、うん、野菜だからこれはいいんじゃないみたいな、呼吸ダメなの、野菜じゃないですか、キャベツみたいな、呼吸ダメなんですか、ルールなんでも。そうなんですか、大変ですね。まあ大変ですね。まあやってください、そのうち、まあまあまあ、あとはもうすぐはね、うん、もう来週には終わるんで、もうシェイキーズいきます。ああ、シェイキーズね、シェイキーズ好きだよね。シェイキーズ大好き。シェイキーズはいいよね。シェイキーズ好きよ。もうパスタ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 なんですか。パスタ普通パスタ屋行ったらいいじゃないですか。そうなんですよ、パスタ屋行って好きなのに 2,3 個頼めばいいじゃないですか。本当そうなんですよ、うんうん、パスタパスタ、一応そのシェイキーズ、一応僕はピザのイメージですけど、一応ピザ僕ちょっとパスタを食べに行ってるんですか。いや、ピザってやっぱその、うん、パンだから、うん、そのすぐお腹いっぱいになっちゃうから、うん、パスタ美味しく味わえる程度にピザみたいな。はあ、イタリアン行ったらいいじゃないですか、美味しい。なんか違うんですよね。シェイキーズがもうとにかく好きなんです、ね、シェイキーズ僕もまあ好きなんであんまり否定はできないですけど、シェイキーズのパスタが好きなんですよ、ね、並んでる様がいいよね。そうですね、ワクワクするよね、うん、あの並んでる様が非常にいいですよね。ワクワクするんだよな。よう考えたよ、シェイキーズは、うん、初手シェイキーズだとさすがにちょっと気絶しちゃうか。気絶するね。あんまりないよね。さすがに。シェイキーズで気絶されると困るよね、多分ね。さすがに食べれずに帰っちゃう。見た瞬間にも気絶しちゃうから、入った瞬間に。泣くんじゃない俺。ズキュンです。あ、泣いちゃって。面目ね。面目ね、つって。面目ね。出るか。面目ね。そう、銀はもっときつかったかもしれないからね。そうだな。銀はもっと辛かったかもしれない。今俺銀だと思う。こけ具合もいいんですかね。そのあれなんかあれだっけ、なんか遭難みたいにしてたんだっけ。そうそうそう、グランドラインから遭難みたいな感じで逃げてきた、ね、そう、飯がなくて、うん、ドンクリークはそうそう、あれよくないよね、回復食として。重いね、急なピラフみたいな、ピラフと水、うん、ダメだよねあれ多分ね。そうだね、最初なんか味噌汁、薄い味噌汁、薄い味噌汁、おじやとかね。優しいものにした方がいいよね、うん、スープとか。あの後すげえ腹痛くなったでしょ、銀は。戦ってましたけど、肉とかも食ったわ。食いたいものないですよ。まあまあ頑張ってください。なんかあまりにもその、うん、もうそのマネージャー両国も、うん、
あの把握してるから、俺が今絞ってるの、うん、はいはい、皆さん同じ質問してきて、減量明け何食べたいですかって言って、天一食べたいって言ったんですよ、うん、そしたら20日に天一ってスケジュール抑えられてました。優しいな、優しい男です、あいつは。優しいな、優しい男、あいつは。そう、絶対じゃあ言ってくださいね。仕事だって、いけるんだもん、仕事だ、いけるんだから。いや、それ決めていいじゃないですか。天一予約してくれるってこと？いや、もう天一のスケジュールが抑えられてる。勝手に行けってことでしょ。スケジュールが抑えられてる。天一ってスケジュールが抑えられてるんですよ。飯でいいです。飯で。天一です、これはもう。まるで、俺最初案件が入ったのかと思ったんですよ。天一の。天下一品野田クリスタルって書いてあったから、お、案件入ったのか、天下一の。いや、それ褒めてるだけかもよ。うん、天下一品だって、あんたは。スケジュールで言うなよ。なんで Google カレンダーで伝えてくるかもしれないです、普段言えないことを。うん、まあ、まあまあ、もうあと数日っていうことなんで、もう行ってきますね。まあだから、こけすぎてるけども、あんまりこの心配しなくていい、ね、心配しないでください。栄養は取ってるんで。水を飲んでるだけですから。栄養価は今一番高いんで、体の中だ、ね。あ、そうなんですね。それはもうだからもうちょい頑張ってください、ね。なんかあんた、あれですか、はい、その奥さんとかはどうですか、あのホワイトデーは。ああ、ちょっとタイミングで渡せてないんですけど、はいはいはい、渡せるとかじゃないんですよ、もう、夫婦は。まあそっか。うん、なんかその、なんだろうな、何かを買って渡すとかじゃないじゃん、もう。そうだね。うん、お互いのものだから、すべてが。家族の金だしね。うん。だから、あとはもう頑張りなんですよね、こういうのは。ああ。うん。だから僕は何かを作るんだと思います。まあいいですね。もうそれこそ、私、オニオンスープがすごい得意なんです、実は。いいね。はい。だから奥さん、オニオンスープ好きだから、私の。素敵ですね。オニオンスープをもっと本気で作ろうかなと思って。うん、ああ、どうなるの？オニオンスープ本気は何をか付け足されるの？オニオンスープ本気は、マジで玉ねぎを炒めるとこが本気なだけ。ああ。それ、もう、玉ねぎの炒めをすごい丁寧にやっちまえば、あとはもう入れるだけだから。通常の。うん、水と、コンソメと、みたいな入れるだけだから。もう柔らかくなってるってこと？とにかく、その、もう甘くなってるってこと？マジで店のやつができる。マジで。本当に、もう飴色になるみたいなやつあるじゃん。いいね、あるある。あれを、普段は、だからそのレンチンすんのよ、うん。めっちゃ薄く切って、レンチンして水分飛ばしてから炒め出して飴色にするんだけど、うん、もうそれもフライパンで全部やっちゃおうかな。いいね。うん。レンチンは悪いわけじゃないと思うけど、いいな。ゴクってしました、今。ツバを。オニオンスープ私の作るオニオンスープでももうゴクってしてる。炒めるな。もう炒めて、もう玉ねぎがもう見えない。飴色にして、うん、もう見えない。もう、なんかこう、トロッとしてるなっていう感じだけ見る。で、そこに、まあ、なんかね、その、あれ、パン的なね、カリカリのパンをこう浮かべて、で、チーズをこうまぶして。チーズもまぶして。ええ。で、それも焼いちゃおうかな、チーズも。チーズも焼いちゃうの？はい。オニオングラタンスープですよ。いかがですか？一口目どうやって食べてほしい？そのパンと。一口目はもう、チーズの真ん中にスプーンをガッと入れて、チーズを半分取って、そのパンと一緒に、うんうん、やってますどうですか。いや、いいね。僕のオニオンスープ。オニオンスープいいね。オニオンスープいいですよね。オニオンスープいいね。うん。オニオンスープ作ったらいいんじゃない？そう、気も紛れるんじゃない？ちょっと。その本当にこの楽しいから、その飴色になるまで玉ねぎ炒めるのが。オニオンなしでいい。オニオンダメだ。オニオンはいいな。いや、オニオンはいいな。オニオンのみだったらいいな。オニオンを飴色になるまで炒めて、そのお湯入れて飲めばいいじゃないですか、うん、それでいいわまあオニオンスープではオニオンスープではね、味こそないけど、うん、塩ぐらいでしょ、ちょっと、まあ、ちょい塩がコンソメオニオンをさ、ずっと一晩中煮込んでたらさ、トロトロになるわけじゃん、うん、まあ、それでいけるか、あれはその甘いけどいいの、その甘さは。オニオンは玉ねぎは本当甘いから、でもね、オニオンのね、まあ、その、根菜だし、糖質は多いんだけども、うん、すっごいカロリー低くてね。ああ、いいじゃない。非常にいい食材。血液サラサラ効果でしょ？そうそうそう。ああ、いいじゃない。非常にいいんですよ。やったら、その、もうさ、無水野菜スープ作ろうかな、もう。うん、うん。ああ、そら、そう、いいじゃん。野菜の水でね。うん。で、1時間とかさ、家でじっとしてるのきついわけでしょ？うん、もう言っても経っても偉い。そうでしょ？ずっとご飯のこと考えてる。いや、だから玉ねぎ炒めたらいいんですよ。何十分もかけて、うん。そうだな。うん。うまいですから、とにかくね。うん。で、ウインナー入れちゃえばいいんだよ、最後。ゴキュッ、ゴキュッ。水ゴキゴキするんで、それはもう本当に。ウインナーなんて。ウインナー入れちゃえばいいんだよ。ウインナーなんてもうゴキゴキですよ。で、なんかパンかなんか焼いてさ。ハムとさ。ハムと目玉焼き乗せてさ。
やってください。マヨネーズが欲しいです本当に。まあもうタルタルとか、いやチキン南蛮食べたい。なめチキン南蛮、そうか、ダメなのか。チキン南蛮食べたいですね。チキン南蛮なんてやっぱダメなんですか本当に。チキン南蛮は相当やばいですかやっぱり。いやまあカロリーはすごい高いですよね。うまいってことは、まあうまいイコールカロリー高いですから結構ね。あまあそう全部剥がして中の鶏肉だけだったらいいですよね。いきますね、タルタルなしで。ノータルタルでね。もちろん何ですかタルタルで、ね、全部溶かしてる、はい。タルタルがね本当に低カロリーで劣って、開発しよっかな。ヨーグルトでいけるんじゃないですか。ヨーグルト、いやでもまあそうだね、ヨーグルトでもいけるかもな。ヨーグルトのなんかーヨーグルトと漬物を混ぜたらいいのかな。ならねえか。難しいか。まあやってみる価値はあるんじゃないですか。白身でいけばいいのかな。黄身はダメなんですよね。黄身ダメ。だ白身でいけばいいんだな。ああ。でヨーグルトに白身。ヨーグルトに刻んで塩ちょっとまぶして、うん、なるかそれ。で濃くないっすよ。濃かねえな。黄身が入らないとね。もうコクがね。コクは何入れてるんだ。黄身です。味噌とかできる？コク。ああ味噌っていうね、あの料理人の人 ね。味噌コク出るじゃん。ちょっとコク出すために味噌入れますとかね。味噌は焼肉のタレとかもすごい使うじゃんあの人たち。そうそうそう。焼肉のタレと焼肉のタレがダメか。味噌ならいける。味噌はいけんだ。発酵食品で。やったらいいんじゃないですか。ちょっと開発するか。明日とか時間があったらね。マッチョタルタルソース。マッチョタルタルソース。いいですね。全然味違うんでしょうね。全然味違う。どこがだよって。味しねえじゃねえか、お前。やったーって言ってか、バーってかけてさ、おい、どこがだよ、これ。いいんですよ。バカにしてんのか、おい。いいんですよ。ここまで来ると。ここまで来ると、ニュアンスが合ってればいいんですよ。金返せ。ニュアンス合ってたらいいんですよ。あなたたちは、ほんとプレッシャーが多い、ま。マッチョはもうそれでもいいんですよ。ニュアンス合ってれば。パティみたいな感じですよ。スープ飲んだパティみたいな。3時のスープ飲んだ。いいですね。ペッ、うん、食えたもんじゃねえぜ。あのその後ずっとずっと飲むんでしょ最後その、うん、クソうめえっつってね食べたまあまあまあその辺もねなんとかあの工夫して頑張ってください、ねはい。あとあのあれですオールナイトニッポンの記者会見ありましたよ。ああ最近出れてないですよなんか。ああなんかまああのやってんすかやってるんですよ。うん、で僕ら多分滑るからもう呼ばれないですよ、まあ、確かにね、うん、変なテンションになるから、ね滑るんでね、あれ言ったら、で春からの新ラインナップが、発表されましたと、はい、で我々は続くっていうことっぽいですね。うん聞いてはないです。うん私たちはあの続きますって言われてはないです。あと誰も喜んでないです。うん、その一言もなんか良かったですねとか。おすとか良かったですねっていう声が一回もないですよね、うん。ありがとうございます。よろしくお願いしますとかね。うん。うん見てるその目が全員の目もう終わりですよこれ終わった方がいいんじゃないの逆にこうそんな顔で見てるんだったら、ね、嫌われてもないその続いてもいいし続かなくてもいいどっちでもいいって感じそう感情がないんですよこっち側にで本当ねスタッフの方とねそのいい関係とは言えないんでね、うん、その我々に対してこの感情がないんでねバチバチなんで、ねうん、そのなんか決まるタイミングは多分あるじゃないですか。はいはい。その時にちょっと言ってくれるとかもあんまないじゃないですか。ないですよ。うん。うん、いけそうですよとか。うん。本当になんか、誰のために、まあそう、まあ聞いてくれてる方はね、多少なりともいると思うから、頑張りますけど、あいつらのやっぱ態度がその気になら、気に食わないというかね。その、このラジオがじゃ終わるってなったら、うん、なんかその、あるんですか感情は。ああ、悲しいな。うん、泣くんですか見てください。泣く人いるんですかやばいよ、もう。ちょ、ちょ、ちょ、キョロキョロ。マジうぜえわ。斎藤 D がキョロ、キョロキョロしてましたね。うん、うん、うぜえわ。誰も何にも動かないです。地蔵モードです。次の人。次の人に変わるだけ。めんどくせえなっていう感じ、感情はあるのかもしれないですね。いろいろ変えなきゃいけないから。ね、ああ、まあ、ちょっと変わるか。辛いですね。対応するの変わるかってね。で、その、まあ、続いてたんでね、今回はね。おそらく。で、まあ、いいんですけど、こう終わりそうになった時は、やっぱりこの、スタッフの熱量がね、やっぱ大事だと思うんですけどね。やめさせないようにね。終わらないようにするのは。うん。うん斉藤 D がその食い下がればなんとかいけたりするわけじゃないですか。ね絶対、絶対いいんで、この番組やってって。もうダメだ。寝てるもん、もう、顔が。逆もあるんじゃないもん。ね全然空いてないもん、ね。斉藤 D とかもうこっち側から、もうやめましょう、って言って、うん、社長が、まだよ、って。
どういうことですか、はい、斎藤 D が言いに行くってことですか、斎藤 D があいつらもう辞めさせたいですって言って、うん、社長がもうが、うん、まだよだってあの早い子来るでしょ、うん、早い子がいるじゃない早いもの好きの社長はいいんですよ。まあだから食い下がってくださいね。そうですよ。そこは、うん、もし来年ねそろそろかなって言われたら、うん、やらしてあげてくださいっていう熱を込めて斉藤 D いやもう斉藤 D 借りましたーですよ。わー言わないです。借りました、借りました、借りました、借りましたでもう終わりってことですか。終わりです。ちょっと頑張ったんですけど。ちょっとマジカルラブリーのオールナイト日本ゼロはもうこれで今期で終了になりますんで、斉藤 D から、マジカルラブリーにお伝えしてもよろしいですか。わかりました。あ、野田さんいいですか、ちょっとお話、すぐ、はい、頑張ったんですけど終わりみたいです、はい、マジっすか、マジっすか。結構ね、はい、結構食い下がったんですけど、はい、やっぱり決定みたいで、はい、すいません。そうですか。なんか終わりとかで、じゃあ、なんか打ち上げとか。ちょっと他の、打ち合わせあって。はい、すいません、お疲れ様でした。ありがとうございました。最悪。帰れ、帰れのテンション。ありがとうございました。エレベーター来ました。タクシー来てますんで。お疲れ様でした。ありがとうございました。また何かありましたらお願いします。もう勘弁してよ。なんでこちらが頑張らないといけないんです、ね、この中の人たち3人で、まあ、11年間保証されたわけですね。そういうことだと思います。何か悪いことしなければ、ね、はい、うん、なんで、4月からもよろしくお願いします。頑張りましょうことでございます、はい、やりますんで、はい、であともう一つ R1 もねあったんですよ。そうか、それもまだありましたね、はい、チャンピオンが町浦ピンク氏というね、はい、うん、冗談手帳でね、おなじみ、はい、ね、一緒にねレギュラー番組をやってましたから嬉しいですよね。え、すごかったですね。クソ面白かったですね。さすがですね、やっぱちょっとわかんないけど、その最近のネタをあんま見てないからわかんないけど、うん、なんかこの大嘘つきにならないようなネタにしてましたね。一本目はね、一本目は割とみんなが理解、まあ初見理解するようなちょっと、まあ、本当に嘘の話ってすぐわかる話してたね。歴史上の人物だったんで、それやっぱりなんかこうか、うん、考えたのかな、合わせたなって、ね、勝ちに来てるんだなって思いましたね。日本目やばかったですよね。日本目相当面白かったです。日本目面白かったですね。ひどかったですね。どうですか、あの熱量と嘘をずっと言い続けるのはなんかお客さんに伝わってる感じはあったんですか。まあまあ熱量はあったなっていう感じでしたかね、まあでもそうですね、僕はまあ町浦ピンクさんだったかな、うん、まあでもすごい盛り上がりましたけどね。いや、そう、なんかすごいね、なんかいい大会になったんじゃないですか。これでも話したんですけど、うん、BKB が前説だったんですよ、はい、どういうことっていう、はい、その僕も会いましたよ、楽屋で BKB さんに。どういうこと、俺純潔行ってんねんけどって言ってました。あれどういうことで、なんか前日、そう、前日、当日の昼ぐらいに言われてました、うん、言われて、まあ誰が出れなくなったのかな、はい、誰かが出れなくなって、そうです、前説の人がなんか出れなくて、うん、だそのトップバッター BKB なんですよ、あの日ピン大会の多分受けたんでしょうね、相当ね。すごいね、すごいトップバッターから盛り上がってましたから。すごいですよ、もう。今年は。全部やってんじゃないですか、マジで。本当、D さん。今回でコンプリートしたんじゃないですか。コンプリートじゃない、まあ、多分 W もやってるん。キングコントがどうだったか分かんないですよ、忘れましたけど。やってんじゃない、全部やってると思うの、本当に。すごいっすよね。ミスター前説ですよ、あれは。いやそう、ネタ面白いっすけどね。すごいっすね。ね、頑張るんじゃないですか、来年は。絶対出てやるっつってね。トラブルはじゃなかったって感じですか。一見なかったんですけどね。一見なかった。後から見つかりましたね、確か。何がどうなったんですか。点数がなんかあったんですか。はい。ケント深谷さんが2点違ったって聞いて。だいぶ抑えましたよ、R1。頑張りましたよ。順位は変わりません。いや、いや、順位は変わりません。はい。ただ、2点。そう、やっぱりやらなきゃちょっとその、スッキリしない勢も多分いるんで。僕も、なんでそうなったかわかんないんですけども、その、点数出た直後は、点数合ってたはずなんですよね。なんか順位が変わるときに、ケント深谷さんの順位が変わる瞬間に2点なんか変わってたらしい。その、裁量で、スタッフさんと。
ね、やっぱ2点少ないんじゃない、2点減って少ないぐらいじゃない、うん、だとしたらすっごい細かい採点してるんですね裏で精密採点だと2点低かったのかもしれないです、もしかしたら。そうですね。うん。いや、でもその、我々も見てて、なんか盛り上がってんなっていう感じはしたんでね。なんかね、熱気と、あと、まあなんか、うん、もううちらもすごい嫌だったんですけど、うん、審査員もなんかもう、登場から始まるみたいな、うん、あったりとか、うん、なんか演出もすごかったじゃないですか。いや、本当になんかいいですよね。やっぱね、今年は気合い入る。5000人ね、エントリーしてるんで。うん、確かに。うん、であと、あの、新旧のね、対決みたいな感じで、うん、そこもなんか熱かったしね。そうですね、うん。おじさんたちがこう頑張る感じとか。なんか、この先も R1 盛り上がりっていきそうだなって思ったんで、うん、夢あるんじゃないですか。うん。うん、あと、町浦ピンクさんって、うん、あの、ね、分かってからが強いじゃないですか。はいはいはい。だから、あの、これね、BKB も言ってたんですけど、うん、あと、ザジーが言ってたのかな、うん。優勝してもらってよかったって。これ、うん、今年自己紹介になって、ね、来年以降、どんどん面白くなってくるから。来年も出られたら、来年だいぶ、厳しいピンクさんチャンスだと。ってなっちゃうから、嫌だったって言ってるらしくて。なるほど、なるほど。うん。うん。まあまあまあ、そうだね。うん、20年目ぐらいだっけね。まあ、俺の一個知ったから。あ、そうだ、9期か。そうだ、ね。ああ、さすがでしたね。おしゃべりの感じはね。いや、そうか。うん。まあでもみんなそうだったですよ。今年はね。いや、そうですね。面白かったです、本当に。なんかあの、ゼロ、その、ミスゼロになるのがね、いつかっていうのも楽しみですね。R1 の。その、だいぶ減らしてきてますよ、ミスを。2点の誤差になってるんで。いやー、そうですね。もう来年ぐらいはもう本当に何にも、誰にも文句が言えないような大会になるかもしれませんね。まあ、それが普通なんですよね。ダメ出しじゃないですよ。え、ダメ出しじゃないですよ。はい。それは普通なんですよ、ね。いや、みんなで、その、いやー、やったーって、はい、よくやりましたーっていう、うん、ミスなかったんじゃないですか、今回は。っていう、ことになるかもしれないですね、来年は。そうですね、ただまあ、うん。あんま他の賞レースは見ないんで。行きましょう。はい。生放送でございます。メールでご参加ください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。X のハッシュタグは、ハッシュタグ、マジラブ ANN0、地に点々の字です。そしてこの番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロぜひ17でもお楽しみください、はい、ということで最後までお付き合いくださいね、はい、ではここで1曲、はい、杉山浩一でドラゴンクエスト序曲。この時間マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、メールです、はい、ラジオネームエッグボード、はい、僕のおすすめのペヤングの食べ方ですが、コンビニの明太マヨポテトサラダをぶっかけて、それをすすりながらファミチキをかじりついて食べると最高に飛べます。最高ですね、これ。やっちゃおうかな。明太マヨポテトサラダ。ありますね。ありますね。うん。どう、混ぜるんかな？混ぜなくていいのかな？乗っけて、つまんでもいけそうだね。乗っけていけんのかな？混ぜちゃってもいいのかな？混ぜちゃってもいいでしょう、ね。どういう感じになるんだろうな。ちょっとマヨネーズも追加したいしね。うん。やっぱなんか入れちゃうんだよね。うん。ファミチキなんだね。スパイシーチキンの方がいいですよね。あ、どうしてます？ あそこのチキン何頼んだ？ファミマでしょ？ファミマのホットスナック何食べるか選手権集。つくねです。あー。つくね棒。まあ、確かに美味しいね。つくね棒、あれめっちゃうまいよ。ファミチキのあの串全部強いっすよね、実は。うん。ボンジリとかもめっちゃうまいし。あ、ファミマね。あ、うん、ファミマの。あのなんかさ、ファミマかな、イカフライあるとこない？あ、イカフライがね、あるコンビニどっかにあるんだよ。へえ。すげえうまいんだよな。どこだっけ。うわ、ファミマの串食いてー。皮がね、ぐじゅぐじゅなんですよ、うん、もう串のぐじゅぐじゅなんですよって言われてもどうする、うん、食べたらいいじゃないですか。あ、どこですか。あ、ローソンね、イカフライ。ああ、うまいよあれは。串だけ舐めるのはいいんじゃないですか。ほぼスープじゃないですか、タレみたいなのは。タレはダメなんですよ。タレは食えないんですよ。塩の串を、その、買って、鶏肉全部外して、その串をしゃぶったらいいんじゃないですか。ちょっと、それは。ち
それは。ちょっと肉はちょっと冷凍しといて後で解凍して食べてもらう。いいっすね。明太マヨポテト。やっぱペヤングっすよね。なんでなんですかね、ペヤングのうまさって。いやペヤングでもこれはもう関東の人だからペヤングは。まあそっか、うん、そっ。私たちはペヤングじゃないもん。だペヤングも好きになったけどね。うん、こっち来てね。やっぱ UFO だから、こっちは。まあ、濃さが違うのかな、ソースのね。ソース色が全然違う。ね、出来上がりの。な、UFO って。UFO はもう、もうすっごい茶色いな。うん、すんごい黒いな。あれ、あれ西だよね、多分ね。そうそうそう。UFO がね。今、飯食ってるリスナーはどうですか、いるんですか、この時間に3時41分に終わってんだろ、もう。いるんじゃないですか、これ多分、ペヤング、それこそペヤング食ってるやついると思うけど。ペヤング食ってんのか、お前ら。これもしいたらね、あの、メール欲しい、あの、電話しますんでね。はい。はい。はい、電話して、美味しいかどうか聞くんで、ね。ズル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 とかね。ゾゾゾゾゾゾ。ね。ズルズル、その、実はね、ススロットはね、ズルズルよりもゾゾゾが一番美味しそうに見える。ゾゾ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 。含みすぎだよ。たくさん吸ってますんでね。そうがいいんですよ。はい、このもう本当に番組でやったことないですから、そんなこと。ぜひともね、音を聞かせてください、皆さんの。野田さんに聞かせたいんですよ。ちょっとスケジュール、ペヤングでも押さえてもらおうかな。ペヤングです、別にいいです。家で勝手にやってください。ペヤングのザクリス。そうそう、もう両国の知ったこっちゃない、その。家で、あのもうその、10分ありゃいけんだから。それを勝手にやってくださいよ。ペヤング。まあ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 。好きにしてください。まあ好きにしますよ。もう開けたら好きにしますよ。はい、もうやりたい方ですよ。配信したらどうですか、それ。もう、あの、もう、あの、マジカメラのこと何も意識できないよ。もう夢中。うん。そう、もう、でも、その、たくさん食べてるとこ見るの好きな人いるじゃん。まあよくあるよね。うん。それでいいんじゃないですか、ね。その、でも、その、もう、丁寧に食べるとかできないですよ。もう、本当に、がぶりついてますよ。その食物。がぶりつく。うん、それの食に没頭。それ見たい人もいるんじゃないですか。じゃあ、なんか機会があれば、ちょっとチャンスがあれば、はい。その時間があればね、配信しますよ。はい。チートデーですね。はい、どうするの、お願いしますね。はい。あれがね、カズレーザーのね、カズレーザーと学ぶ、たまにこう出させてもらうじゃないですか。はいはい、あれでね、うちの夫婦のね、寝てる時のね、脳波を計測するっていう。あの番組すごいよな、本当に。あれはね、あなたも、まあ、その、食らってますよね。ショーでね。ショーで食らってますけど、その私もね、まあ、睡眠に不安は多少あるんですよ。僕は隣でよく見ますから、うんね、タクシーでね。グーとか言ってるじゃないですか。たまにね、入りますね。あと、クッとかあるじゃないですか。うん、はい。自分でもその、気づくときはあるんでね。うん、まあ、その睡眠に不安は抱えてる中、うん、その脳波を測られるっていうね。はいはいはい。その、もう恐ろしいじゃないですか。まあ、怖いっすよ。何か出るぞって思ってるじゃないですか。うん、まあ、でもその一応こう、ロケ終わって、スタジオの収録に行って、うん、その日テレのタレントクローク、会あるじゃないですか。あそこの1階に降り、エレベーターから降りてったら、もうプロデューサーの方とかね、多分そのディレクターの方とかね、この待ってて、いやー、ありがとうございますみたいな感じなのよ。まずいっすね。いや、最高の、V になってますみたいなこと言ってきて、ね、あー、なんかやっちゃってるなっていう。なんかなってますね。なんかなってるな。いやー、ほんとね、貴重なサンプルが取れまして。いや、やばいよ。もう確定、確定が。言ってくれよ、どんどん確定がしてくる。そこまでやったら言ってくれよ。そうそう、言ってくれ。なんかやばかったっすかって言ったら、まあまあまあ、お楽しみに、みたいな。いや、そんなさ、この心でさ、無理だよ。楽しめないよ。とかそう言えない。言えない。その収録中に。のこっちは死ぬかもしれないんだから、ちょっと待ってください。何なんすか、このデータとかそう言えない、その。自分の体のことだからな。先に言っといてもらっていいよね、全然。本当に、その、そういう時は。検査系は凹むんだよな、本当に。マジで辛いじゃん。死ぬかもしれない。で、本当にまあ、その、結局まあ、止まっていると。ああ、無呼吸ね。無呼吸。それは気づいてますよ。が、その、すごい細かく回数があると。うん、その数分ごとになんか止まってるみたいな。うん。で、今回調べたかったのは、夫婦は一緒に寝るべきなのか寝ないべきなのかみたいな。はいはいはい。とこだったから、うん、その奥さんの脳波も測ってるわけ。だから僕が、その、息がこう止まったりとか、ガーッとか、うん、こう動いたりとかするときに、奥さんがどうなってるのか、うん、奥さんの睡眠が、うん、調べたかったみたいな。
僕も、うん、あなたの家行きましたけど、はい、あれですよね、ベッドのサイズが、シングルでしたっけ？違います、さすがに違います、僕が寝てるからそう見えるだけで、セミダブルなんです。セミじゃないっすよ、あれ。だって俺見た感じシングルでしたもん。いや、多分セミダブルっていう触れ込みで妻が持ってきたんで、自分家からね。うん、二人で、そう、シングルでしたもんね。いや、違います。あれ奥さん片足ついてるでしょ。違う、奥さんも一緒に、ちゃんと片足床についてますもんね。入ってます、しっかり入れてます、それは。ただそのトトロのメイの状態ですね。違います、横に 僕の上で寝ちゃってる状態ですね。違う違う違う、ちゃんと二人は 寝れてて。あ、そうですか。寝れてます。うん、ただすごい大きいベッドにしたい、大きいベッドにしたいとはずっと言ってたんですよ。そうですよね。うん、いや、これでいいよって僕はそのずっと突っぱねてるんですけど、信じられないぐらい本当にあれ二人寝てんの、なんのそのあの なんだろう、その別に寝れてんじゃんみたいな。うん、でなんのその文句もないけどなみたいなことだったんですけど、うん、そのもうね、出るんですよ、その睡眠の深さのグラフが。ああ、よく言うんですよね。うん、なんかその睡眠の深度みたいなのがあって、はいはいはい、なんかまあ、起きてる状態、うとうと、寝た、ぐっすりみたいな、その何段階かあって、うん、で僕は基本もうぐっすりはないんです。浅いんだ。一番深いとこまでは行ってないんですよ、はいはいはい、そのグラフが。で私はその、まあ、起きるっていうか、ぐっすりじゃなくなるじゃないですか、その、いびきとかかいたり、その、うん、あの、呼吸が止まったりしてると。うん、その、僕の眠りが浅くなるところと、奥さんの浅くなるところが、完全にシンクロしてるのよ。だから、そうか、村上の、うん、いびきとかで浅くなっちゃってるって、うん、そう、結局もうそれがもう完全にそのお前のせいだっていうのがもう明白になって、これを本当に綺麗に出たから、そのデータがもう教科書に載せたいって、その教授みたいな人も言い出して、もうこんなにいいサンプルない、そう、本当にもうこれだから夫婦は別で寝ましょうっていう言えるぐらいの結果が出ちゃったから、うん、だからその奥さんがあのたまにね、こう、まあ、飲んでたりすると、うん、急にこう、落ちるのよ。うん、そう、寝ちゃうのよ。はいはいはい、ガンって。で、友達と飲んでる時とか、まあ、5、6人とかで、ね、飲んでる時も急に寝るから、うん、その度に僕はちゃんと起こしてたんですよ。はいはいはい、失礼だろ、みたいな。みんなまだいるんだから寝るなよ、とか言ってたんですけど、もう全部僕のせいだったんです。うん、僕が、その、寝かせてなかったっていうのが、うん、全部原因だ。はい、全部原因でした。はい、はい。なので、もうどうするんですか。うん、痩せるってことになりました。はい、僕もこれはもう、はい、痩せれば、はい、あのベッドも買い替える必要ないんですよ。いや、あのベッドはあのベッドは、まあ、狭いとされてます。狭いです。狭いとされてはいる、いた、うん、だから僕が多分痩せたとしても多分広い方がいいんだろうね。うん、うん、だからそのうちで、あのベッドでね、二人で寝るバージョンと、なんかあのね、結構でかかったあれ、クイーンぐらいの二つ並べてるみたいな、うん。そこで寝た時と全然そのデータが違って、そんぐらい離れてたら、まあ、奥さんもすごいしっかり寝れてたみたいなデータが出ちゃったから。多分だけど、うん、横よりも、上下で寝た方がマシなぐらい狭い。上下？足がちょっと重なりや、その、どういうことですか？その、W みたいになって、ここを、足がこう。ちょっと見えません、絵が。わかりませんかね、絵が見えません。チョキとチョキがこう重なり合ってる。足がね。いや、ちょっと待ってください。じゃあ、どっちかの足を顔にあるじゃないですか。顔にあります。そっちの方がマシなぐらい狭いです。いや、さすがにそんなことはない。さすがにそんなことはないです。その、僕はもう布団だったから。その、前の家は。3万8千の家は、うん。あのサイズしか知らないんですよ。うん、超横に長い布団ってないじゃん。まあない。あんま見たことなくない。だいたいその旅館とか行ってもあのサイズじゃん。もう。うん、あれしかないから別に、狭いとも思わないんですよ、今のベッドを、正直ね。うん、セミダブル？セミダブルか。だからあの布団よりは広いわけでしょ。うん。うん、じゃあその、まあ、相手が、その奥さんがその狭いと思ってる時点でもうダメなんですよ。その寝返りだって打ちたいかもしれないのに。うん、狭いとは言ってる。で狭いし、うるせえし。すごいっすよ。多分、奥さん今、森でも寝れますよ、多分。なんか。外でも寝るじゃない。森は静かですか。森はすごいすやすや寝れると思いますけど。うん。うん、
だからその、えらい環境で寝てますよ、うん、本当に文句言われたことなかったんで、いやすごいですよ、いいやつだなと思って、いいやつですよ、うん、見直した方がいいですよ、とかね、うん、教授もなんかすごい仲のいい夫婦っていうのはすごくわかるんですけど、うん、このグラフから、うん、ちょっと遠くにいた方がいいって言ってましたね。いや結構な、たまに、まあ今最近ないけど、うん、バス、ロケバスとか、うん、でもやっぱすっごい音をしてる時あるからね。カッカッって。すごいですよ。村上とモグラに囲まれた時はすごいですからね。あ、まあモグラもそうだね。うん。カッって言ってますよね。うん。すっごいことになるんですから。いや、だからその、寝れてなかったんですよ、ずっと。寝れてない中やってたのすごくないですか？まあね。うん、ここまで。あの、過密スケジュールを。一回もそのぐっすり行ってない状態でやってたんですから。ああ、そう。もっとやれるってことです。だから、私、その、制約の中でやってたんです。はい。もう期待してください。痩せた時の僕のこのフィーバーぶり。まだ本気出してないです、僕は。それこそも飛車角落ちですよ。あ、そうですか。寝てない状態でやってたんです。なんですか？ああ、そうです。期待してください、僕の頑張りを。これからも。まあ、しっかり寝てください。とか、まあ、痩せてください。とりあえず、ね。5% でいいらしい。一旦。ああ、一瞬じゃないですか。6キロ、7キロ。6キロ、6キロ。あれば、だいぶ良くなると思ってました。野田さん、あんた今までどこで何してたんだよ！町浦チンコ。え？町浦チンコ。誰ですか？お、触ってました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。はい、もう、いい加減にしてくださいね、もう。いい加減にしてください。その考えて来いとは言いませんけども、そのあれはないですよ。町浦チンコ。町浦チンコを。チンでも止めてるところあったじゃないですか。そこ冷静じゃないですか。町浦チンコを触った？町浦チンコを触った。しこったってことですか？町浦の？町浦のチンコを触った。か町浦チンで止まってるあたり、しっかりしません？止まってました。町浦チンって言った時にやばっ。でもこうまで行きませんでした、その戻せないかプライドとして止まってたかな町浦チンコ。いや止まってました、みんな聞いてください。ちょっといいですか、はい、もう一回。野田さん、あんた今までどこで何してたんだよ。町浦チンコ。え、町浦チンコ誰ですか？お、触ってました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。なんでやり直さないんですか、これいつも。そのやばい時あるじゃないですか。なんでもう一回ちょっといいですかとか、なんで、あの、別パターンありますかとか、なんで誰も言わないんですか。いただきました。もう、どうなってもいい、どうなってもいいって思ってるってことでしょ。いただきました。うん。これちょっと良くないですね。そう、言ってください、もっと。ないですよ、それが。当然のように流してるけど。全採用なんですよ。何でもいいから。どうでもいいから。どうでもいいから。どうでもいいから。もっとなんか良くしたいとか思ってほしいんだよな。何だっていいから。全然言われたらやるけどな。直したいですよね。そうそう、言われたら全然直したいんだけどね。何パターンでも取りますよね。うん。まあ何も思ってないからしょうがないんですよね。うん、あ、そうです。この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしているわけでございますけど、ね、はい、メールです、はい、ラジオネームボートミン、はい、BKB さんの前説ですが、R1 グランプリ、うん、M1 グランプリ、うん、キングオブコント、うん、ザ・ W の他に、うん、吉本の伝説の一日の前説もやってたそうです。うわー、すごいなー。あいつこそが伝説だよ、もう。すごいなー。あんまちゃんと見れたことないじゃないですか。まあ、だって、放送だったら見れないし。いるってことは、何かしらに携わってるわけだから、うん、俺らも相当なんかバタバタしてることがあるから、ね。うん、自分らが出るときも見れないし、当然ね。うん。見たいな、一回。何やってんのか。もう仕上がり倒してんじゃない？最初ネタのあの感じで出てくるんだよね、多分ね。BKB、ね、BKB、ストップ、BKB、ヒーヤとかやってるわけだよね。うん、いやー、確かに声出しもあるし、すごいいいんだろうね。うん。あれとかやるのか、即興 BKB とかやるのかな。即興風じゃない？即興風 BKB。そうそうそう。うん、あ、もうだ、しっかりもう作り込まれたやつをやったりするのかな。するだろ、あいつは。すごいやつだ、あいつは。すごいですよね。ちゃんと、繊細で真面目な方ですからね。本当はもう、いろんなシアター系コント師ですからね。いや、そうですね。あれは発想の、ドアっていうコントがね、ありますね。かっこいい。あれ？来ましたね。何ですか？ラジオネーム、はい、ピーマンの箱詰め。はい。ペヤングではないのですが、今、うん、UFO 完全飯を食べています。あら！通常の UFO より栄養があるので、多分この時間に食べても大丈夫です。
UFO 完全無視。あと、UFO、冷凍チャーハンも一緒に食べてます。マジかよ、お前。やってんな、マジで。マジかで何やってんだよ。じゃあ、ちょっと、電話ちょっとつないで、聞かせてもらいましょう。なんで、なんでこんなこと初めて。P 箱ですね。なんで電話、この、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロの電話、初電話が。初の試みは。初試みを、人の、ピーマンの箱詰めのチャーハン食べてる。おめでとう、ピーマンの箱詰め。君が初めてだ。ねえ、僕らもやったことないんで、どうなるんですかこれ。別にいいよ、そのいいよ別に。どうなってんですか今。もう繋がってるんですか。繋がってるの。箱詰め。あ、もしもし。あ、箱詰め。こんばんは。あ、こんばんは。ある今目の前にその食べてんの UFO とチャーハンみたいなの。そう、15分ぐらい前から食べ始めて、うん、もうほぼ食べ終わり、残り2、3口みたいな感じです。じゃあ、あと2、3口だね。じゃあ、ちょっとそれ、全力で聞かせてもらっていいかい？で、ちょっと今から、はい、UFO を全力ですすります。ありがとう。いきます。こんな感じです。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。なんだよ、これ。最低の ASMR じゃないかよ。なんか音質もあるし、なんかその、なんか しずる感なかった。なんかその、あんな音でしたっけ。なんか、チュルチュルって。チュルチュルっていうか、なんか、ビニールみたいなの音したり、うん。キュキュキュみたいな。それペヤングだった UFO だったか、それ。UFO だった。UFO 完全飯の方いいって、その ASMR。ラジオリスナーの ASMR をさ、行きまーす。行きまーすじゃないよ。変なやつのばっかしで。ピーマンの箱詰め。箱詰めありがとうね。この時間はまずいよ、ね、やっぱ。やっぱその、これやるのであれば、せめてですよ。せめてこう食いたくなる音をね。出せる人に。かわいそうに、あとちょっと残して待ってたんじゃない、その、電話がもしかしたらできるかもしれないと思って。いないんですか、誰か、その、美味しく、うん、もうペヤングでも何でもいいです。もうカップラーメンでもいいですよ。ズ、うん、ルって、ズズズって音出せる人。はい、ちょっともう、もうちょっとお願いします。はい。ちょうまくなさそうだった、その、うん、ピーマンの箱詰めの飯は。うん、最低の音だった。もうほんとこのぐらいのね、やりとりしかないんですか、ね、もうすぐもうバイバイします。すはい、だから自己紹介して、うん、すする音聞こえたらもうバイバイです。もうほんと申し訳ないけども、そう、本当にね、聞かせてあげてほしい。はい。うん、ラーメンでもいいからね。うん、もう俺はもうダメなんです、本当に。もう腹が、もう。腹ペコなんで、せめて音だけでも聞きたいです。はい。はい、で、なんかね、それ聞いて、家で毛糸かなんかすすってくださいね。さあ、ということで、寒いだこちらのコーナーに参りましょう。日常系チーターを戦わせてみたのだが。日常のシチュエーションで特殊能力、異能持ちなどのチーターを戦わせるコーナーです、今週のシチュエーションは歯ブラシです。いいっすね。もう細かいです ね細かいけども全員がちゃんと理解できる。いくつか欲しいチーターありますもんね、はい、やっぱ歯ブラシはね。喧嘩してますけどね。じゃあ行きましょうか。お願いします。はい、ラジオネーム、はい、イナバウアー、はい、歯ブラシが替え時になると、柄の部分が点滅し始めるチート。これだろ絶対。もうこれだろ。これだよ。これだな、うん、これだよ。だから替え時っていつなんだろうな。ボサボサってなって、ボサボサも行き過ぎよ。あ、何ヶ月とか多分あるんじゃない。あ、そうな、多分目安は。うん、でもボッサボサになってたらもう絶対ダメなんだよ。全然ダメだもん。うん、全然取れないんだ。うん。あ、これなんだよ、結局。そうだな。わからんもん。いや、そのさ、買い時になったら変わるチートでいいのよ。なんで自分で買いに行かなきゃいけないの。チートだっつっても。点滅し始めるチートって。できるよ、これは。できるよ。そのタイマーつけといて、中にね。うん。できちゃうから。自力でできるよ、これ。うん、ラジオネーム、なめたけ46、はい、磨きながらでもはっきり喋れるチート。いいなぁ、いいとこついてくるなぁ。使うか、使うか、めっちゃ使う。使うか、うん、こう夫婦だったりとかしたらめっちゃ使う。まあ俺洗面所から離れないけどなぁ。やっぱこう歯磨きながらやっぱ言われるもんね、なんか。
これなんとかだっけとか、うん、あぐらぐらってなるからもね、これは強いですね。気持ち悪いよ、これ。歯磨いてるのにめっちゃ声、鮮明に聞こえたら。どちらが勝ちですか？はっきり喋れるチートかな。はっきり喋れるチート。でかいね、確かにね。うん。まあそっか。喋れた方がいいか。電話とかもできるしな。ああ、確かにね。まあ対応できるじゃん、高いの。はい、すごい時短になりますから。そうですね。うん、ラジオネーム、ランドセル勇者。はい。ハリーポッターが杖を選ぶシーンみたいに、自分に合った硬さの歯ブラシを手に取ると、あたりが明るくなり、強烈な風が吹くチート。これはやり、いいですよ。いいっすね。これはちょっとやりすぎな感じもちょっとありますけど、まあまあいいでしょう、これは。いいですね。これいいじゃない。なんか変な箱に入っててほしいですね。こうね、薬局行ったらこう、ファーッとこう飛んでくるみたいなのかね。うん。ってね。わからんもんね。なんか、同じに見えて違うんだよね。あの、硬さんとことかね。色違いだけかなと思ったら普通硬い。みたいなね。たまにさ、特殊ななんかでかいやつが四角だったりさ、あるじゃん。うん、ああいうのも試してみた方がいいのかね。私、でかいやつですよ。結構でかい？相当でかい？親指の、でかいね、先っぽぐらい。ちょっと言い過ぎたかもしれない。中指の先っぽ。そう。いや、あの、まあ、あの、歯ブラシコーナーに並んでる中の結構一番でかいぐらいのやつ。あれめっちゃいいよ。磨けてるの、ちゃんと。磨けてる。あ、そう。磨けてるし、なんか、その、一回とかですごい綺麗になると思う。そう。広いから。あと毛の量もすごい多いから。あれは、あの、筆みたいなやつあるじゃん。あれ使ってないの？その筆？細いやつ。細くな、細い。歯間ブラシみたいな。歯間ブラシ。あ、歯間ブラシじゃないけど、フロス？フロス糸みたいなやつ。あれは使ってるとう、ね。うん。小林製薬の。歯間ブラシはやった方がいいね、本当に。うん。ラジオネーム、あれ、なるほど。どっちでしたっけ？強風。あ、強烈な風が吹くチート。強烈な風が吹く、ハリーポッターですね。チートらしいですね。はい。ラジオネーム、なめたけ46。はい。歯磨き中、鏡に、ハチ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 。磨いて偉い。その歯磨き粉を俺も使ってるといったコメントが流れるニコ生チート。じゃあニコ、じゃあニコ生でいいよ。僕いらないっす、これ。じゃあニコ生でいいよ。まあ確かにまあ、暇だからね。あの鏡ただ見てずっと磨いてる時間はあるから。いや、コメント多いともう見れないのよ、鏡。もう。そうか。確かに鏡も見たいか。さあどちらですか。ハリーポッターチート、ね。ハリーポッターですよね。口にすぐシーンとかめっちゃ来そうですね。パチパチパチコメント。見かけた？見かけた。見かけてるそれ、うんうん。ラジオネーム、なめだけ46。すごいですね。すごいですね。そろそろ俺もパーマ当てたいんだけどと自我を出してくるチート、うん、歯ブラシの毛が全然いらないですよ。全然いらないですね。全然いらないですよ。そのくるっと回られたらもう磨けませんよ。ダメです、自我出さないでください。どちらですか？ハリーポッターです。ハリーポッター、自我出さないでください、歯ブラシは。ラジオネーム、絨毯マット。はい。先代の者がシンクや洗面台を自ら綺麗にしてくれた後、うん、俺にはこれぐらいしかできねえからさ、と言って、ゴミ箱に進んでいくチート。チートすぎるだろ。チートすぎないですか。これ。いや、嬉しいけどさ。これは、チートすぎますね、うん。ちょっとそうですね。大チート、ね。大チート送りですね、これは、ね。大チート送りです。もう、気をつけてください。絨毯マット。気をつけてください。やりすぎ、もう困んのよ。うん、いつもその、もうちょっとやっていいとは言うけども。うん、ちょっとチートすぎるか。うんうん、どちらですか、うん、ちょっとチートすぎましたね、ハリーポッターに、はい。ハリーポッターですね、まだ。さすがにちょっと、ね、もういいですね、今日。作ラジオネーム、朝方カサス。はい。スクラビングバブルのあいつみたいに、分離したブラシの先端が勝手に磨いてくれるチート。いや、まあまあまあ。ありがたいですよ。いや、スクラビングバブル好きじゃない？なんか、この人たち。うん。あいつね、あの UFO みたいなやつね。たまに出てくるよね。まあまあ、これは嬉しいかな。まあ、手を使わなくていいってことですよね。これはむちゃくちゃ楽ですよね。でも、歯はずっとゆーってやっとかなきゃいけないでしょうけどね。まあでも、もう、ほっときゃいいんですもんね。やってくれるんだね。どうちょっと待って、これ、チートすぎる？じゃ僕らもなんかね、その、感覚わかんなくなっちゃってるんだよね。僕がね、もうチートじゃなさすぎるのかもしれない。確かに、これぐらいはいいのかな。確かに。
いいのかも。じゃあ一旦、スクラビングバブルにします。もう、斎藤ピークの顔どうした？なんで切れてんの？あんなに。なんであんな切れてるんですか？どうしたの？殺しに来た。なんでスクラビングバブルに、なんか親殺されたの？あと、歯磨き興味ないですか？え、コーナー一回も笑ってないですよ、福田さんが確認するには。してくださいよ。笑ってないっていうか、その切れてる。ユーザーが送ってくれたメールですよ。ゼロじゃないです。ゼロじゃない。もうマイナスになっちゃってる、その感情が。お気に召さなかったですか、D。すいません、はいじゃないんですよ。とっておきのあるでしょ。とっておきのある。はい、お願いしますよ。はい。斎藤 D も、笑っちまうメール来ますよ。ラジオネーム、たまごボーロ。おぉ、頼むよ。うん。えずいた声にエコーがかかり、うん、ウルトラマンの声みたいになるチート。違う。よくない楽しみ方してるから。かわいそうだよ、本当に。卵ボールかわいそう。斎藤 D を笑わせる。いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいじゃないですか、これも。うわーってなるってことですよね。いや、なりますよね。エコーいけます？あ、いいじゃないですか。村上ね、私ウルトラマンのものでやりますから、はい。いいですか。いや、面白いですね。すごい劇的じゃないですか。いつもの歯磨きが。だからなんだった。だから、まあでもそう、嬉しい、楽しい気持ちになるじゃないですか。斎藤 D 以外は。斎藤 D。ちょっとでも、笑顔が見えました、今。よかったです。どちらですか？スクラビングバブルですかね、僕は。スクラビングバブル、スクラビングバブルだったのか、今。はい。はい。以上ですか？さあ、今週は以上でございまして、スクラビングバブルのあいつが分離して、勝手に磨いてくれるやつが、うん、1位です。はい。で、優勝を決めてください。うん。はい。はい。ユーザーズ方式です。はい、お願いします。ラジオネーム、はい、たまごボーロ。えずいた声にエコーがかかり、ウルトラマンの声みたいになるチート。はい、おめでとうございます。斎藤 D。斎藤 D が、ね、笑ってくれた。ちゃんとこう、実践したら笑ってくださった。はい、よかったです。そうです。おめでとうございます。じゃあ、次回のシチュエーションをじゃあお願いしますね。はい、次回は、はい、モバイル充電器です。いいですね。これもみんななんかあるでしょうね、いろいろね。ちょっとなんか僕らもちょっと LINE がね、曖昧になってるんで、ちょっとそこは申し訳ない、うん、みんなでちょっと教えてくれ、 LINE を、うんうん、ここぐらいまでは言っていいっていうのをちょっと教えてほしいですね。そうですね。ではモバイル充電器で戦えるチーターの皆様、メールを送ってください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。メールの件名にチートと書いて送ってください。何かあったんですかね、歯ブラシになんかあったのかな。なんかそう、なんだろう、なんかすごい前の話題、何話だっけ、切れてたんだ、なんかおかあれかな、電話のあいつに切れてた。この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしているわけでございますけども、はい、メールです、はい。ラジオネーム、たまげたたまげの部分、はい、糖が足りてない今日の野田さんは、うん、CM 中もそわそわして動きが収まらず、うん、ちょっとヤバそうな人みたいでした、うん、早く定位置にありつせますように、うん、いやでも心配ですよ、心配されてますよ、本当に、もうね、いや別にじっとしてられないわけじゃないんですけども、ひどいですから、うん、ちょっと動いてないと、うん、落ちちゃいそうなんで、動いてますもん。何が落ちちゃうんですか？え、動いちゃう、落ちちゃうんですもん、今。電源が。動き続けてます、今。はい、あ、そうなんですか、はい。今もう鼓舞させてます、今。ああ、そうそう、スタンバイ状態にしてます。スタンバイ状態にしますから。ありがとうございます。はい、任せてください、まだまだ。はい。ラジオネーム、近藤武蔵。はい。今、緑のタヌキを食べてます。あいけます？ちょっと行ってもらってもいいですか？何分前に？はい、何分前に来てるんですか、このメール。まだもう伸びきっちゃって大丈夫？取っといてくれてるかな？緑のタヌキになって1分で来るから。電話かけたらもう食べちゃいました。もう困りますよ。終わりました。つって。バイバイ。すいません、もう食べちゃいました。心配ですわ。ありがとうね、バイバイ。2杯見ってほしいですわ。さあ、できるかな？ちょっと電話するね。野田さんはちゃんと想像しておいてください。はい、緑のタヌキを。出るかな？もしもし。誰だっけ？近藤武蔵。
あ、そうです、はい。近藤武蔵さん。近藤武蔵、ありがとうね。ありがとうね。え、まだある緑のたぬき。あ、あと一口分ぐらいは。なんでみんな一口飲みしかない。残すんだよ。いや、ごめんね、その、一番嫌だね。電話のタイミングが遅かったからね。ごめんね、こっちも悪かったな。じゃあ、ちょっと、いい？はい、頑張ります。お願い。いきます。はい。ありがとう。バイバイ。ありがとう。ありがとうね。うん。ありがとう。はい、今のはどうですか、野田さん。いや、よかった、よかったけど。最高でしたよ。やっぱその、うん、いや、もうちょっとごめん理想を言うと、はい、やっぱ残り一口じゃなくていいんだよな。もうちょいやるといいな。もっと長く聞きたいってことですか。もうちょい長く聞きたいな。もうちょっともうわがままだな。ラジオネーム。今すごい良かったよ。お腹空いたよ。お腹空いたよね。カップラーメン食ってます。いけます。いけるね。お腹空いたよ。ね、お腹空いたよ、ね。頼むわ。お腹空いたよ。お腹空いたよ。頼むわ。ちょっと俺もお腹空いたよ、もう。カップラーメン食べて。なんだろうね。ちょっと、味も聞きたいですね。カップラーメン、この時間に。いやー、背徳感待ってほしいよな。で、腹いっぱいになってもうお休みでしょ。もう最高だよ。あ、もしもし。もしもし、お腹すいたよ。お腹すいたよ。ありがとうね、メール。ありがとうね。はい、じゃあ、早速行ってもらってもいい？まだ動画残ってる？何味？あ、カップ、チリトマト味。あー、いいですね。美味しいよね。はい、まだ残ってる？出来たてです。出来たて？はい。ちょっとフーフーしながら。ちょっと長めにもらっても大丈夫かな。うん。うん、長め、わかりました。はい、うん。じゃあ、お願いします。いただきまーす。うん、バイバイ。大丈夫？溺れた？溺れたね。チリソースに溺れなかった。溺れた今、うん。もう一回いいです。口からじゃ。落ち着いて、落ち着いて。いい、いい、いい。顔から行かないでよ。落ち着いて。うん。出来たてだからね。うん、ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとうね。バイバイ。はい。ありがとうね。うん、バイバイ。どうですか、チリトマト。なんかリスナーは、なんか、食べ方下手なんですか、ね、ごちそうさまでしたって言ってましたけど、早かったですね。全部いったんですか全部箸でグッツッツッツったんですか全部。飲み込まずに言ってました。そうですね。考えました。ごちそうさま。ごちそうさまでした。エアーの可能性ある。お腹空いたよ。エアーの可能性ある。本当、落語家さんみたいなね。エアーはやめてください。エアーだけは勘弁してくださいね。わ、はい、かんないですけどね。お腹空いたよ、エアーだった？わかんないですが、もう、真相の方はね。そうだね。あんなにはっきり、確かに、ずーって、ごちそうさまでしたって確かにな早かったかもしれないな、うん、最初ちょっとむせたんですよね、うん、ごちそうさまでした。うん、もう喉をやけどしながらも飲み込んだのかもしれないですけどね。うんってちょっと怪しい。そのもう一回電話します。もう一回もう一回ちょっとお腹すいたよ、はい、そう出来たてって言ってましたもんね。熱いんじゃないかな、もっと。うん、エアだったらじゃあもう出入り禁止になりますよ、うん、嘘ついてるかもしれないからね。真相の方なんすかこのカップラーメン人狼みたいなやつまあでもチリトマトって言ったよね。チリトマト、うん、お腹空いたよね。出るのは早かったとは思うんですよね、うんうん、自分の中でちゃんとシミュレーションで味聞かれるかもしれんとかも考えたのかもしれないしね。もう二度と繋がらないかもしれないしね。そんなさ、その。どうですかね。あ、はい。ああ、はい。お腹空いたよ。あ、はい、じゃなくて。はい、ある？実際あるよね。あ、あります、あります。あ、本当に？はい、嘘じゃないよね。嘘じゃないですよ。もう一回もらっていいかな。あ、わかりました。ごめんね。全然食べる予定だったじゃなかったんですけど。あ、そうなんだ。ごめんな。流れになって。ありがとう、ありがとう。はい。できまーす。はい。おいしいで。早いよ、ちょっと待って。
え、飲んでるちゃんと。いや、喉直通にさ、流し込んでる？今、口の中に入ってます。あ、そう、口の中入ってるのに、うまいんだね、喋るのが。お上手だね。あまりにもその、普通に喋ってるかなと思っちゃったからさ。そんなことしないよね。そんなことしませんよ。嘘じゃないよな。はい。ありがとうな。うん。ありがとうございます。バイバイ。うん、ありがとうな。正直者だったよ、君は。ありがとう。ありがとう、ありがとう。どうでしたか、音を聞いて。なかなかこう。うん。夢を広がりますか。なんかこう、あんまうまくいかないもんだなっていう。そうですかね、うまくいってたと思いますよ、僕は。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。ではここで一曲、風味堂秋虫の歌。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。お願いしますね。どうですか、お腹空いてきましたか。いや本当にありがたいです、はい、本当にいい企画でした。本当ですか。はい、お腹空いて、はい、もう リスナーの汚い咀嚼音で、うん、食欲もなんとか抑えられて。いや僕らのね思った意図と違うんだよな。今日もやっていきそうです。なんとかくそー食べさせろみたいになってほしかったんですけどね。だラーメン麺がダメだったんですかね。別の食べ物、まあ二時でもポテチでいいですよ別に。俺はもうまあバリバリとかバリバリちゃんとしっかり音が聞こえた方がいいのかな。そうそうそう、あの肉がこう引きちぎれるメチみたいなやつとかできないですか、ね、できるんですかね。電話じゃメチ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 みたいなやつ、骨なんていうんだっけ、あれ骨がついてるやつからこう引きちぎる時の ね、あれとかできないのかな。ダメだってことですね。電話で飯の音が咀嚼音は聞いてられないってことですね。ラジオネーム、はい、ラールラン、はい、どいつもこいつも俺たちリスナーに汚ねえバキュームフェラの音を聞かせやがって。お前もう やばこいつ、帰るよお前。こいつやばしこって寝ろお前はもう。あ、いるんだこんなにやばいやつも。こんなにやべえやつがもうこの時間帯だね。これはやばいよ、この時間帯だね。その本当にいつも俺たちそれリスナーとリスナー同士の汚ねえ会話。リスナーなんだからその音出したのも俺たちリスナーにってその言ってるけど。こいつはやばいですね。ラールランね、うん、ラールラン、お前はやばい。やばい。考え直せ。うん、大丈夫か。うん。いくつだな。うん。お前はもうだから今日はな、しこって寝ろ。な。いろいろあったけどな。うん、本当聞いてくれてるのは嬉しい。ありがとう。聞いてくれてるのは嬉しいんだけど、うん、こういうのもう やめてくれ。もうこういうのがバキュームフェラーに聞こえるようでしたら、うん、もう仕事は、うん、もうそういうあの頭になっちゃってるわけだから、もうそれで悶々としちゃってんだから、うん、自分で処理してください、うん、よろしくお願いしますね、はい、うん、まあ、初の試みだったんじゃないですか。電話楽しいですけどね、やってたらね、まあ、もうちょっとこ うまくいくやつで最初やりたかったです、まあ、もうちょい寝かせましょう、うん、ちょっとねこの感じだとまた次電話しよっかになりづらいですよね。なんかこうドンピシャの企画でやりたいですね。そうだね、うん、あの写真送られるの最高だったじゃないですか。あ、写真はね最高、うん、でもちょリスナーにねちょ届きづらいですよ写真もね。うん、まあ、テレビ電話もいつかあるかもしれませんね。テレビ電話は近いですね。はい、その時まで皆様お楽しみにしてください。日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳正彦朝ぼらけでございます。ぜひお聞きください。ということでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上とシェイキーズでした。ありがとうね、バイバーイ、バイバーイ。